こんにちは、授業準備 TV の梅子です。漢字学習は学年が上がるごとにどんどん複雑になっていきますよね。高学年で学習する複雑な漢字に苦手意識を覚える子どもも出てきて、習熟度だけではなく学習意欲の差が出てしまうとお悩みの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は楽しく学べる ICT を活用した漢字学習のアイデアを2つご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。楽しく学べる ICT を活用した漢字学習のアイデア、1つ目は一画付け足してです。漢字の中には体と休む、王と土など一画あるだけで読み方も意味も変わる漢字がたくさんありますよね。一画付け足しては、これらの漢字の特徴を利用して、ある漢字に一画だけ追加して別の漢字を作るという漢字学習方法です。あらかじめ先生がワークを作成しておき、子どものタブレット端末に配布したら、あとは子どもたちが赤のペンで一画付け足していくという流れで行います。子どもたちの回答の時間が終わったら答えを配布して、隣の席の子どもとペアで丸付けをしてもらうのも良いですし、一人ずつ答えを発表してもらうのも盛り上がりそうですね。また、例えば火という漢字は、炭、芯、白など一画足すだけで様々な漢字に変化させることができます。このように基本となる漢字を限定して、クラスで協力してたくさんの回答を導き出すというルールにすると、子どもたちがレクリエーション感覚で漢字を学ぶことができておすすめです。これまでに学んだ漢字の復習だけではなく、進出漢字を学ぶ前のアイスブレイクとしても役に立ちそうですね。楽しく学べる ICT を活用した漢字学習のアイデア、2つ目は漢字合体クイズです。多くの漢字は変、作り、冠、足といった要素が組み合わさってできています。漢字合体クイズはその特性を生かした漢字学習方法です。それでは漢字合体クイズの学習内容を見ていきましょう。こちらはパワーポイントを使用して行います。このように竹、月、力と3つの漢字が並んでいます。子どもたちはこれを見て自分のノートやタブレットに答えを書きます。回答時間が終わったら答え合わせです。UFO がそれぞれの漢字を回答欄に連れてきて、一つの漢字が出来上がりました。視覚的にも楽しく、パズルゲームのような感覚で漢字学習を進めることができそうですね。また、ロイロノート版ではこのワークの中に直接答えを書き込む欄があります。漢字合体クイズにはあらかじめいくつか問題が収録されていますが、ダウンロードしたものを編集することができますので、クラスの漢字学習の進行に合わせてオリジナルの問題を作ってみるのもおすすめです。パワーポイント版、ロイロノート版ともに概要欄の URL からダウンロードできますので、ぜひチェックしてみてください。いかがでしたか？今回は楽しく学べる ICT を活用した漢字学習のアイデアを2つご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。